こんにちは、さやりさのママです。今日はさやとりさが久しぶりに姉妹対決を企画しているんですけど、ダブルドッキリを仕掛けていきたいと思います。イエーイ。2人には3本勝負をわざと負けるように事前にお願いしたので、2人とも負けなきゃいけないっていう中でどういう反応を取るのかを今日は検証&ドッキリという感じで見ていきたいと思います。まずは2人の負けなきゃいけないことへの意気込みの動画からどうぞ。今日はさやと3本勝負をするんですけど、その3本勝負を全部負けていきたいと思います。ではやっていきましょう。レッツゴー。はい、今回はりさと3本勝負をするんですけど、その時に全部負けたいと思います。めっちゃ楽しみ。レッツゴー。バカさやだよ。バカりさだよ。さやりチャンネルです。はい、今回は久しぶりに姉妹3本勝負をやっていきたいと思います。イエーイ。種目は腕相撲と相撲と短距離走です。レッツゴー。はい、まずは一つ目の腕相撲対決からやっていきます。よーい、よーい、スタート。くしゃみだ。硬い。マジで硬い。待って。あ、出ないわ。あれ、待って、すごい動きそう。さやがすごい動いてるけど大丈夫か。いや、くしゃみなんです。痛い。リサの勝ち。くしゃみしようとしてたの。はい、一つ目はリサの勝ちです。一つ目やっていきたいと思います。はい、2回戦目の相撲やっていきます。吐くよ。始まった。危ない。
なんだろう。こっちもやばちゃったね、なんかここから。勝ち？うん。さ、なんでじゃあサラがリサが触れたの？違う、サラが触れたんだよ。リサ、ママひどいよね。うん。ねえ、ママひどいよね。これ。何？あの二人に仕掛けるやつ。逆ドッキリじゃん。ダブルドッキリ。ダブルドッキリでしょ。絶対そうだよね、リサ。うん、そうだね。リサ、せめてカメラの中に。カメラに映って。あーま引っかかったことに今回言ってんだよ。勝ち負け関係なく絶対そうだよ。勝ち負けに嫌だな。違う、絶対ね、あのね、引っかかったから後悔してんだ。面白い。早く出てきて。泣いてる？泣いてる？リサごめんね、ごめんね、ごめんね。笑ってんのどっち？ごめんね。バハハハハハハハ。何、さらに逆ドッキリ？うん、ダブルドッキリね。はい、ということで今日はさやを呼び出して姉妹対決で負けてくださいって言って、リサを呼び出して姉妹対決で負けてくださいって言って、3試合したらどうなるのかを検証してみました。はい、どうだった？いや、ひどかったね。ひどいね。だってママ味方だと思ったから。で、さあひどかった。ママは味方だけど、さあはひどかった。意味わかんない。どういうこと？意味わかんない。なんでも最適にしまうこいつ。はい、この動画が少しでもいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。